はい、こんにちは、今日はですね、ワンピーススクラッチチョッパー4、初夏のお天気スクラッチをやっていこうと思います。チョッパーですね、てるてる坊主を作って、まあ今梅雨時期なんでね、こういうスクラッチなんだと思います。一等賞金は1500万円となってますね。これ1枚300円のスクラッチです。で、ルールの方はね、上のスタートからゴールを含む10個の赤枠の中をすべて削ってください。出た絵柄の点数の合計点数に右のチャンスアップの赤枠の中をすべて削って出た数をかけた最終点数が合計8点以上になれば当たりということですね。で、18点が出れば1500万円ですね。で、ゲーム2もあります。てるてる坊主が出れば6と300円ということですね。それではやっていこうと思います。これは大変だぞ。1 いや、マイナス1とかあるの？マジか。0、ほぼ1、みんな1。計算すんのもめんどくさくないですか。ゴール。計算してくれ。0でしょ。1、2、1、2、3、4、かけ2か、かけ2。これ当たってないか、これ当たってるか。1、2、3、4、5、6、6引くマイナス2って4かける2だから、これ当たってんね、多分ね。分かりづらい。はい、雨降ってます。はい、多分当たってます。6等300円。すごいね、これね。こんな初めてだね。あの、なんか削りカスはそんなんでもないの。削りやすいスクラッチですね、これ。なんかね、スクラッチもね、ものによっては削りやすいものと削りにくいものがあるんですよね。これは滑らかに削れる。1、2、3、4、5、6、7引く1、6。かける2が出れば4等1000円。違うな、4等1万円だな。かける2。はいはい、そううまくいかないよね。はい、かける1でした。今んとこ 1.0 マイナス1しか出てないね。てるてる坊主も出ない。3枚目、3とか2とか出ないのか。0、0、0、マイナス1、これマイナスになっちゃうぞ。ゴール。1、2、3、4、引く1、3。3点だから3の倍数かける6が出れば、1等ですね。かける6つけ。かける4でもいいのか。はい、2ということでね。はい、6点か。てるてる坊主。はい、ハズレですね。4枚目。多分1点しかないんだろうな。マックスで1点か。かけるの方で調整されてるような感じですね。1、2、3、4、5、6引く6引く3だから3か。3かける2は6点ということで外れと。てるてる坊主も外れと。5枚。だからあれか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。
10個で18点でしょ、ほぼもう1を出し続けるか、もしくはチャンスアップでかける3とかが出るかですよね。マイナス1なんて持ってのほかじゃない。この時点で9点を出してさらにかける2を引かないと1等にはたどり着けない。かける3があればまだわかんないですけどね。1、2、3、4、5引く1、4×2、2だったら6等。これ当たりか、当たってるか。1、2、3、4、5引く1、2、3、4、5か、5引く2か、 3×2 だから6か。はい、外れ。これもう一回ちゃんと見返さないとあれだな、当たってても気づかない可能性あるな。6枚目。もうなんかワンピース要素が全然なくて、俺は今何のスクラッチを削ってるんだろうって感じですね。いつもだったらなんかチョッパーに関するなんか悪魔の実が出てたりとか、なんかドクターヒルルクのやつが出てたりとかするんだけど、全然何もワンピースっぽいものが、てるてる坊主すらワンピース要素ない。1、2、3、4、5、6、7、7引く1、6点、かけ1。いやー、ずっと雨降ってますね。7枚目。これ時間かかりますね。動画の尺的にどうかな。あんまりスクラッチでこう最近10分を超えるっていうことがないんですが、これはちょっと倍速かけても10分以上かかるかもしれないな。さすが300円のスクラッチ。1、2、3、4、5、6、7、8引く1、7点、かける2あるよ。かける2。甘くないですね。かける2だったら14点で3と10万円という高額な。はい、外れですね。8枚目。いやー、さすがに3000円で当たり1枚は厳しいですね。300円だからもう2700円負けみたいな感じになっちゃうんで。2700円あったらもう美味しいご飯2食くらい食えますよね。1、2、3、4、5、6、7引く2、5か。1、2、3、4、5、6、7引く2、5×2で1000円。やったぜ、やりました。もう一回ちゃんと多分当たってると思う。1、2、3、4、5、6、7でマイナス2だから 5×2 の5等1000円が当たりましたね。はい、1300円きたね。はい、てるてる坊主はなしと。9枚目。もう一個くらい。てるてる坊主まだ来てないんでね。てるてる坊主が来れば1600円で、まあ、回収率 50% を超えますんで。もうなんか、手疲れてきちゃった。手が疲れてきました。1、2、3、4引く1。
あれ ?4-1 だからあれか。1、2、3。4-1だから6か。はい。おぉ、ずっと雨ですね。ラスト、10枚目。え、てるてる坊主出ないってことある？はい、いいよ。マイナス1。マイナス1はいらないですね。0。1。0。結局、1点がマックスですね、これね。1、2、3、4、5。で、マイナス1だから、4? かける？ああ、1か。4点ということで。最低点数叩き出し。で、はい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 。はい、見てください。この、やっと10枚目で晴れました。てるてる坊主ですね。これ、角生えてんのかな？チョッパーのてるてる坊主。ということで、ワンピーススクラッチチョッパー4をね、削ってみたんですが、てるてる坊主1つ300円ですね。で、こいつが、なんだっけ？ 2、4、6、7。あれ？これ違うな。これ外れてんじゃん。ん？ 2、4、6、7。あれ？俺、外れのやつを、ちょっとあれですね。もう一回あれだな。全部確認しないと。これは1、2、3、4、5、6、7、5。これは1000円のやつかな。はい。多分、あれ、1600円当たってると思います。もう一回ちょっと確認しないと、ごちゃごちゃになっちゃったんでね。すっごい削りカス出ました、これ。ちょっと 見ますこれ。削りカス。こんな感じですわ。はい。これ、ちょっと今からダイソンですね。ということで、ワンピーススクラッチ削ってみました。皆さんもね、余裕があれば、ぜひ削ってください。はい。ありがとうございました。